タレントの中居正広が14日から全国放送されるソフトバンク新テレビ CM チチンペーペー中居来日編に出演する。前作チチンペーペー劇団来日編7日放送開始で脇役として出演しながらも腰パンタンと主役の座を狙っていた中居が見事に主役の座を乗っ取り、日本を変えるすごい男として登場し、本人曰くしっかり振り付けのあるダンスは6年ぶりぐらいかなというキレキレダンスを披露している。前作では劇団一人の活躍を眺める脇役だった中居ですが、今回は主役として出演することもあり、ダンスシーンの撮影前にはかっこいい感じ、ご機嫌な感じかな、歩くスピードはこれくらい、劇団一人さんとは少し違う感じがいいよね、など演出について監督と入念な打ち合わせを繰り返していた。ダンスシーンで共演するダンサーと笑顔で挨拶を交わし、リハーサルに臨んだ中居は、しっかり振り付けのあるダンスは6年ぶりぐらいかなとやや緊張の面持ちだったが、本番ではファーストテイクからパーフェクトなダンスを披露し周囲を驚かせた。カメラの動きと連携する緻密なステップを監督がすごいですと絶賛するなど、ダンスは完璧だったが、中居の頭に紙吹雪が乗ってしまったことで NG になり、再びチャレンジすることになる一幕もあった。ダンスシーンで中居が苦戦したのはチチンペーペーソフトバンクのポーズ。完成していたダンスの振り付けに対し、決めポーズは細かく徹底しておらず、中居さんのセンスにお任せしますと監督に丸投げされてしまった中居は、決めておいてよ笑い、俺わからないよと苦笑いを浮かべる。渋々ながらもカメラ前でスタンバイした中居は、完璧なダンスに続いてチチンペーペーソフトバンクと即興でユニークなポーズを決め、おどけながらこれでいい？とにあり、スタジオが笑いに包まれる中、監督はお願いだからかっこよくしてください、と困り顔で懇願していた。劇団ひとり&中居正広インタビュー。